宮崎監督は他の作品にもスタッフで参加されていたようですが、それぞれの監督は他の監督作の内容をどれぐらい把握されていたのでしょうかという質問を聞きますが、これはどうしましょうね。でもなんか最初に、グループラインで、こんな感じで、3つで進めるのもいいかなと思ったんですけど、個人的にはその皆さんの演出を見ていきたかったのもあったし、どういうプロセスでその作品作ってるのか、そういう興味があったんで、割とその豊かなグループラインで見たときも、こんなのをやりたいんですけど、とか、情報を上げ合いながら、まあ、上げなかった人もいたりもするけど、別に特に誰もそれは言わずに、自主的に上げたりして、感想を求め合ったりしながら、グループ、なんか、まとまってって感じですよね。そうですね。それもともと考えですか？僕以外の皆さんは、山とね、子供に来されてたっていうのもあると思うんですけど、何かその山との、なんていうんですか、その土地について、考えてることがあって、あれができた。私がその藤沢市っていう隣の市に住んでいて、で、こう、大和を、まあ、歩くみたいな形の話を作ろうと思った時に、なんかやたらめったら歩くみたいなのがちょっと想像がつかなくて、まあ、自分の市ともその川でつながってるので、その川沿いにこう歩いていったら、なんかお話がこう湧いてくるんじゃないかなみたいなことがあって、まあ、ちょっと川沿いを歩いたみたいなのが、まあ、あります。まあ、あと、大和っていう場所がこう今回決まっていて、そのなんか場所と人がこう 場所に人がいることみたいなことを、まあ、よりこう、なんていうか、体で反応して作っていける映画にできたらなっていうふうに思って、そういう選択をしました。で、まあ、反省点といえば、まあ、ちょっとその市役所の鈴木さんっていう方を結構アクセクさせてしまったということで、ちょっと具体的な。やっぱり映画ってこうなんか旅のようなものと思ってまして、こうその国によってその時の、まあ、パック旅行なのか一人旅なのかによってこう流れる時間が旅行と変わると思うんですけど。この森松は本当に5本とも流れる時間が多分普段自分たちが生活しているようなそういう YouTube とかそういうものと全然違ういわゆる映画の時間が流れてると思ってまして、なんかそういう時間の流れを楽しんでいただけたら本当に良かったなと思いつつ、これからも引き続きいろんな方にそれを楽しんでいただきたいと思っておりますので、ぜひ今日ご覧になっていただいた方はなんか1本でも5本の中で引っかかるものがあったら、ね、感想をと、そのツイッターなんで、ご発信いただければと思います。